どうも、伊藤さん、こんにちは。ケージチャンネルです。動画の公開時間が夕方ね、から夜にかけてにもかかわらず、挨拶はなぜかこんにちはで違和感を感じているケージチャンネルです。違う。あのね、今日はもうそんな無駄話いいんですよ。無駄話は。作んなきゃいけない動画が山ほどあって、間に合ってません。今日ちょっと巻きでいきます。ね、巻きで。でも巻いたぐらいがちょうどいいんだから、私の動画なんて無駄な話ばっかりなんだからさ。無駄な話といえば違うんで、昨日ゲーム実況のチャンネルで、なんか雑談のライブ配信やったら俺無駄に話しすぎてた。ね、1時間ぐらいでちょろっとやろうかなって思ったら2時間以上喋ってんだもんね。来てくれた方本当にありがとうございました。まさかあんなマル秘話が飛び出すとはね。というわけで今日の動画は、ゲーム週間売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。今日本ではどんなゲームが流行っているのかな、話題になっているのかな、なんていうところの参考にぜひしていただければなんていうところです。ではですね、まずハードの売り上げをちょっと見ていきたいなと思っておりますが、 PS5 の売り上げがめちゃめちゃすごいことになってるみたいなんですよ。先週の PS5 の売り上げはどうだったのかちょっと見てみましょう。はい、ドン、このようになっております。どれどれどれ、めちゃめちゃすごいことに、でもあれですね、 PS5 の売り上げってだいたい4万台ぐらいで今落ち着いてますね。ここ数週間だいたいそのぐらいの感じで来ておりますからね。まあ、何度も話をしておりますが、2月には毎週9万台ぐらい売れてっていう状況が続いておりましたけれども、まあ、一旦落ち着いてという感じになっておりますね。まあ、2月のね、毎週9万台売れてた売り上げっていうのは、今まで足りないって抑圧されていた分が一気に爆発したその売り上げだったという感じだと思います。サッパーイ!まさかここで噛み倒すか?ね。なんですけれども、PS5 の毎週4万台、3万台後半ぐらいの売り上げっていうのは非常に高いんじゃないかなと思っておりますが、で、じゃあこれのどこが売り上げすごいことになってるんですかっていう話なんですけれども、ですね、海外の、売り上げ集計とか売り上げ予測などをやっているサイトがありまして、VG チャートっていうところがあるんですけれども、こちらのサイトね。こちらのサイト曰くなんですけれども、PS5 の3月の売り上げものすごいことになっていたと。3月はですね、PS5、世界で212万台売れたとのことです。で、これによって世界売上累計が3580万台に到達しているという話なんです。で、これのどこがすごいのかっていう話なんですけれども、PS4、 2016年の PS4 3月どれぐらい売れたかというと、で、だいたい110万台ぐらいなんだそうです。なので2016年の同月の PS4 の売り上げと比較しても90万台以上多いということだそうです。ちなみに PS5 の前年と比べるとプラス 176% なんだそうです。ゆえに日本だと、まあ、2月めっちゃ売れて3月ちょっと落ち着いたねみたいな感じに見えていたかもしれませんけれども、それでも3月もものすごい伸ばしているんだそうです。ソニーの記録で言うと、3月の売り上げではこれが最も高い売り上げだったそうです。PSP とかの売り上げも抜いてるってなんかどっかに書いてあったな。すごいのはね、まあ、スイッチとか XBOX なんかは3月は売り上げ前年に比べるとちょっと落ち着いちゃってるというか落としてってるんですよね。まあ、そんな中でぐっと伸びていってるっていうところが、まあ、今回の、ゲームハードのニーズの高さを伺わせるかなといった感じでしょうか。3月のね、アメリカのゲームハード売り上げ、PS5 が結構ぶっちぎって、トップなんですよね。81万台ですからね、すごいよね。毎週20万台ぐらいのペースで売れてたってこと、すごいよね。いや、さすがですね。で、アジアでは、日本含むアジアだと、まあ、PS5 53万台、なんか今 PS5 中国とかでも展開されてるっていう話じゃないですか。その辺どうなんだろうね。中国とかでもものすごい売れそうな気はするんですけれども、なんかそういう感じの数字ではないですよね。さあ、というような感じになっておりました。ぜひね、たくさん売れて、たくさん盛り上がって、いい感じのいい空気感を出していってほしいですよ。俺の要望ぼんやりしてんな。さあ、というわけでですね、ハードの売り上げを見た後は、ゲームの週間売上ランキングを見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。ケージチャンネル的どうでもいいランキングということでね、皆様からいただいたお題にどうでもいい感じの回答をしていくというですね、無駄な時間がなぜかここで挟まるんですよ。急ごうよって言ってんのにね。今回のお題はこちら。こんなゼルダのティアキン新要素は嫌だ。まあ、ゼルダに加えられる新要素だったら正直これ何でも受け入れるんだけども、これだったら受け入れられないものがあるかもしれない。第3位。課金。いや、課金はいいよ、別に。いや、課金はいいけど、内容によるんじゃねえかな。マスソ1000円はまずくね。マスターソードってなんて略すの。
マスソじゃないのかな。第2位、英傑のカゴガチャ。ガチャは怖いぞガチャは荒れるし、英傑のカゴ4つしかないから10連出されたら全部被るよ、全部。第1位、三部作。それはごめん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドから始まって今回が2部っていうことなの。どっちなの？それにもよるよね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが第1部で、この後2部控えてるの。いや、楽しみが待ってるっていうのは言っちゃいいけど、物語完結しないとちょっと歯がゆいよね。せや。はい、ということで駆け足で駆け抜けた、どうでもいいランキングでした。まあ、駆け抜けるような勢いだった分、なんかいつもより良かったんじゃないかっていう気も自分ではしてるんですけれども、さあ、皆様からね、どうでもいいランキングのお題お待ちしております。ぜひ書き込んでいただけるととても嬉しいです。ということで、ではハードの売り上げはもう最初にやりました。ゲームの売り上げランキングを見ていきましょう。今回の集計期間は4月10日から4月16日。あのゲームが思った通り売れてるぞ。あのゲームね。第10位、任天堂スイッチ、ドカポンキングダムコネクト、売上本数5411本。第9位、任天堂スイッチ、任天堂スイッチスポーツ、売上本数5564本。第8位、任天堂スイッチ、スプラトゥーン3、売上本数7147本。第7位、 PS4 バイオハザード RE4、 売上本数7189本。第6位、任天堂スイッチ、マインクラフト、売上本数7307本。第5位、初登場 PS4 ロックマンエグゼアドバンスドコレクション、売上本数7871本。第4位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数9071本。第3位、任天堂スイッチ、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、売上本数9499本。第2位、任天堂スイッチ、星のカービィ Wii デラックス、売上本数11372本。第1位、初登場、任天堂スイッチ、ロックマンエグゼアドバンスドコレクション、売上本数52375本となっております。きた、すごい。やっぱり、いや、ロックマンエグゼね、売れるんじゃないかと思ってたんですけど、いや、これパッケージだけでこれは相当売れたよね。で、スイッチ版にニーズがすげー固まってます。PS4 版は非常に少ないですからね、これだけ大きな差がついておりますよ。いや、これダウンロード比率がどうのとかっていうのを超越して、もうスイッチにニーズが固まっておりますね。だから、あの時、ゲームを遊んでいた子供たちは今大人になって何でゲームを遊ぶかって、やっぱりこうスイッチ、で遊ぶんですよね。じゃあ一体 PS5 って誰にニーズがあるんだろうね。わかんなくなってきたよね。昔ゲーム、子供の頃ゲーム遊んでた人たちが大人になってゲームやろうってなったら、そこでスイッチに行くっていうんであれば、誰に PS5 ってニーズがあるんだろう。ちょっと謎いところもありますよね。あ、ちょっとなんか聞いてみたいんだけど、スイッチ持ってる、まあお子さんがいて、まあ、お子さんにスイッチ買って、で、スイッチで自分もゲームやるとか、もしくは、まあ大人になってゲームやるんだけどスイッチでやってるっていう方々にちょっとお聞きしたいんですけど、PS5 って欲しいなとか、ちょっと手に取ってみたいなっていう、そういう感覚あったりします？ぜひ教えてください。今度アンケートを取ってみてもいいかもね。スイッチだけ持ってる方にちょっと聞いてみたいんですけど、みたいな感じでね。まあそんな話は一旦置いといたと思ったらまた戻ってきて、わお！話が長いんだって。もういいよ、ほんと、まあ、はい、というわけで、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションがすごいですね。ね。なんか、はじめ社長もライブ配信やってましたね、なんかね。ということで、しかも今、現代風に遊びやすく、パワーアップしている、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションが1位と5位という形でした。ただね、まあ、今週のランキングっていう意味合いで言うと、全体的に売上本数はちょっと少なめな感じになっておりますよね。なんかね、タイミング一年のうちのこの月は割とゲームが売れる月とか、この月はあんまり売れないよねとか、それ結構あったりはするんですよね。今ちょっとね、落ち着いたタイミングに入ってきているのかなという気がします。新作のゲームの発売タイミングがそんなにこう固まってきてないっていうのを考えるだけでも、まあ、ちょっとそのゲーム業界的にちょっと、まあ、落ち着いたタイミングなんだろうなっていうのはなんとなくね、推測ができるんですけれども、そんな中でですね、さらに初登場がありまして、10位の、任天堂スイッチドカポンキングダムコネクト、ちょっとドカポン懐かしいな。ドカポン昔スーファミで遊んだよ。ドカポンってそれ以降、継続的に出てたのかな？海外とかでも出てるのかな、ドカポンって。だとしたらあれかな、ドカポーンとか呼ばれてるのかな。どうでもいいわ。ああ、まあ普通に PS4 とかでも出てるね。2020年にも発売されてますからね。長らく休眠していった、まあちょっと空いてる期間もあるけれども、まあそれなりに出てた感じなんですね。
ドカポン遊ぶ世代ってどういう世代なんだろう。今の若い子供たちがさ、なんかボードゲームあるから遊ぼうぜになるのか、あるいはそのまあドカポン懐かしいなっていう人たちがやっぱり遊ぶのかな。どっちでもいいや。いやどっちでもいいんかい。いやみんな楽しく遊べればそんな何でもいいよねって話なんですけれども、さてですね、バイオハザードなんですけれども、先週から PS5 版よりも PS4 版の方が売り上げが上がるという状況が起きております。ちょっと話が急に飛ぶんですけれども、アトミックハートのプレイステーション版が発売された週でもあったんですよね。で、売り上げとしては11位に PS4 版がランクインしております。ただね、あのランキング30位以内にも PS5 版はランクインしておりません。アトミックハートはなぜか PS4 版だけが売れてるっていう、ちょっと不思議な感じになっておりますね。まあ、こういうゲームが売れるようになるのはまだまだ先かな。出だしはね、 PS5 版の方がバイオハザード売り上げ高かったんですけども、こう逆転しましたねと。まあもちろんね、まだまだ PS5 を持ってる人よりも PS4 を持ってる人の人数の方がはるかに多いので、こういう現象が起きてくるのかなという気がしますけれども、最終的な着地はどうなっていくのでしょうかね。まあまさに今 PS5 は買えるタイミングになってきておりますし、まあ6月に向けて、ね、超対策がすごいどんどん出るタイミングもありますから、今まさに日本でもどんどんその所持している人数っていうのは増えていってるタイミングかと思われますけれども、こういった傾向はね、あとどれぐらい続くのかな、どれぐらいで変わっていくのかななんていうところも含めて、今後もゲーム売り上げの動向を追いかけていきたいと。いや、もう締めようと思ったんだよ。もう動画パーンって締めて、かっこよくスパーンって終わろうとしたんだけど、なんかこう締まらないんですね。まあいいか。北海道でも桜が咲いてきました。じゃあね。